ハリウッド・アンデッドとはアメリカ合衆国で結成された5人組ラップコアバンド。またメンバー全員が覆面を着用したままパフォーマンスを行うことが特徴である。覆面はアルバムリリースごとにデザインを新調しておりライブでは口の部分がカットされたものを着用している。元メンバー2005年にハリウッドにて結成。デビュー前にマイスピースにおいてデュースと J.Doc のコラボレーションした曲を投稿したところ、他のメンバーが合流し7人編成となる。後に、J.D. が脱退し、現在の6人編成となる。その後も芝叩く間に話題となり、最初の9週間で100万回の視聴を記録するなど、特にマイスプイス内での反響が大きかった。同年、マイスプイスレコーズと契約したが、しばらくして解約。その後の2008年に、 メジャーレーベルのユニバーサルミュージックと再び契約。そして、プロデューサーにリンキンパークなどのドン・ギルモア、ナイン・インチ・ネイルズなどのダニー・ローナーを迎えて、2008年9月、デビューアルバム、スワン・ソングスをリリース。すると見事、1週間に2万2000枚を売り上げ、ビルボードアルバムチャートにて、最高22位を記録。アルバムからのセカンドシングル、アンデッドも、 大ヒットを記録した。その後もロングヒットを記録し、2009年7月の時点で52位に止まるなど、約1年近くチャートインし続けた。その結果、アメリカでは50万枚以上を売り上げ、ゴールドディスクに認定されている。2009年8月には、サマソニでの来日公演を行われた。この時、あまりの暑さに、メンバー全員がマスクを外してしまうというハプニングが、 起きた。2009年11月、未発表の新曲やリミックス、ライブ音源を収録した、コンピレーションアルバム、デスパレードメジャーズ、CD&DVD をリリース。現在まで、日本版は、発売未定。2010年、結成当時からのメンバーだったデュースが脱退。理由は定かではない。同年十二月には、新たなボーカルとしてダニーが加入して、初のシングル、 ヒアメナウをリリース。2011年4月、セカンドアルバム、アメリカントラジディをリリース。1週間で現在まで、最多の約6万7千枚を売り上げ、全米アルバムチャートにて、初登場4位を記録した。2013年1月に、3枚目となるアルバム、ノーツフロムジアンダーグラウンドをリリース。全米アルバムチャートでは、前作を超える初登場2位を記録。 2014年にはインタースコープへ移籍し、2015年3月、当初は2014年夏にリリース予定だった4枚目のアルバム、デイ・オブ・ザ・デッドをリリース。2017年、長くメンバーを支えていたがカールズが脱退。理由は、デュース同様不明。ありがとうございます。